今回もですね、ジモンを美味しい店に連れてってっていうコーナーでございまして、今回もね、すごいゲストっていうかスターが俺を呼びました。スター、これ月島です。はい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 、月島といったら、まあ、あの料理が浮かびますよね、はいはい、今回はジャンポケのおたけ、いいんですか。おたけです。どうもおたけさかちゃん。あ、やだやだ感じになってきた。俺名前言うのどうしようと思ってる。違う名前言おうかな、いろんなこと言おうかなと思ったけど、何ですか、ジャンポケってスターとか振っちゃったからさ、ウザチャンネルいっぱい見てくれてるっていう噂が入ってたんだよ。めちゃくちゃ見てます、うん、だよね。僕めちゃくちゃジモンさん好きなんで、まあ、普通芸人としてもそうですし、グルメ本当この、いや僕マジ大好きで、俺を喜ぶなんか美味しい店を紹介して、ウザチャンネルいっぱい見てんだろ。見てます。まあだからジモンさんいろいろね、いろんなジャンルのお肉、お肉だ、お寿司、お寿司、はいはいはい、他にもいろいろいっぱいありますよ。ありますけど、ありますよ。まあ一番やっぱりこのラインが唯一僕勧めれるっていう。今回のお店何？ちょっとあの近い店でこっちなんですけど。隣なのか。はい、隣なの。隣か。見えですね。展開がこちらで最低。こちらで最低だよ。今回こちら。お前の店？はい。お前タケノコって書いてあったけど、はい、それお前の店？うちの店です。うちっていうか、はい、じゃあお前じゃなくて家族の店じゃないの？まあ僕の母親がもともと創業はで、去年から僕が受け継いで。あ、受け継いだの？お母さんがやったとこを継いだわけ。継いだんです、去年。芸人はどうしてんの？芸人は普通にやってんですけど、うん、まあ、ジモンさん知ってるかどうかわかんないですけど、うん、去年うちの相方がちょっとこれ問題で。だけどさ、ちょっと仕事もやっぱ落ちたんで。ジャンポケ、俺ジャンポケずっとこうやってる気がするんだよ、イメージとしては。今ちょっとこうなんですよ。知らなかったよ。すごい来れるんです、店にも。でも、もんじゃの期限って知ってんの？まあ、期限から語れみたいなことを言ってあれですけど、まあ、月島出身ですから。あ、期限知ってんの？何期限って言われて、発祥ですか？発祥はいや、だからもんじゃっていろいろあるんですよ、はい、ありますよ。月島もんじゃっていうのもあれば、ね、月島もんじゃの発祥はあるけど、もともともんじゃとは何って何だったの？あ、知ってるちょっとすいません、そうなってくるとちょっと難しくなってくる。知らないで。いや、鉄板にね、字を書いてもんじゃ焼きだから、文字を書いたんだ。で、小麦粉を溶いて、はい、それが始まりなの。もじ焼き、もじ焼き、もんじゃ焼き。あ、小麦粉で字を書いて字を書いて、お金の紙とかね、はい、そういうのがない、貧乏な、その、まあ、その時代も昔、はい、昔の頃日本、昭和の前だね、もっとその頃に鉄板にこの小麦粉を溶いて字を書いて、もじ焼き、もんじゃ焼きになったと、はい、そのもっと前は千利休さんです。お茶の、はい、お茶の千利休さんが本当ですか？お前らさん、いや、お前らさん、ちょっとお前もちょっと言うけど、食べ物について知識ゼロのやつがそんなツッコミすんな。俺はお前や、お前がお父さん。ここではいろんな店がいっぱいあって、どこ食べても同じじゃないかっていうイメージがある。どのもんじゃ屋行ってもそんなに変わらないっていうのは俺のイメージ。いや、まあじゃあうちはちょっとうちの味がちょっとあります。もうごま油の匂いがプーンとしてるんだけど、これはこの店ですか？ちょっとあんまりもんじゃ屋さんでこの子匂いはしないです。うちの2個み隣の店が洋食屋さんで、そこの匂いです。ネイチャー。田中とジモンのウソチャンネル。いいよ。うわうわ、サインだらけだ。本当っすね、すごい。サインだらけだ。サインでお客さんを引くっていうことでやる店がそんなにいい店じゃないんだよ。いや、すごいこと言うな、マジで。え、本当です。本当ですか。ローリはお任せしていいの？そうですね、ちょっとどういう食べてもいい？まあ、ちょっと鉄板焼き、はい、ちょっとおすすめで、はい、ちょっとこのマグロステーキっていうの。お、マグロステーキ、臭くない？まあ、ちょっとこれ、ちょっと食べてもらって。臭くない？臭いかどうかちょっと手伝ってマグロステーキね。そんなに臭いなこと言うと、臭くないですよ。だいたいマグロは血合いし臭いから。意外と、まあ、僕の名前が 2番目ついてるんですけど。あ、お酒スペシャル書いてあるわ。でもうちの店はこの麻婆スペシャルがみんな食べます。おー、じゃあタケノコのと麻婆スペシャル食べようよ、はい、で、マグロと寄生ですね、はい、それ行きましょう。お、もういきなりマグロからじゃあいきます。早いですね。うわ、はい、うわ、すごい。
取った、これ取るじゃん。うわ、すごいじゃん、これ。スジンとこ繋ってるんですよね。うん、スジンね、この腹は乗ってるんですけど、はい、スジンとこじゃないと、はい、マグロってほどけちゃうじゃないですか。焼くとちょうどこのスジンがなくなって、腹の方ですよ、はい、これ。生臭くなる可能性もあるじゃない、いいもの使わないとダメだけど、なんか、はい、本マグロ使ってるらしいから。すごいです。今、うんちく言いました、一応。ありがとうございます。マグロは、これ、このままもいきます。油引かないです。あ、もう、はい、ここ油が強いから。ちょっと油強いんで、あえてちょっと引かないで。あ、なんか焼肉屋のような匂いがする。ちょっとあの生姜とそれこそ匂いやっぱり違うから、はいはいはい、マグロといえばちょっとあるんで、生姜とニンニクちょっと入れて。なるほど。香りはやっぱりマグロでも焼くとね、どうしてもちょっと出るよね。ちょっとやっぱ出ちゃうんで、やっぱそこがそのいい感じでね、マグロの香り出てくれたらいいんですけど、ちょっと嫌な感じで残っちゃってあれなんで。お笑い芸人の見てる人はお前の今の普通のコメント嫌だろうな。ちょっと自分、お前もちょっと小呪文化してるぞ。ちょっとあの、ああ、なるほど。もっと高熱とかで吹き込んでも切れなくらいだけどね。でもいい、大丈夫ですよ。火をどのぐらい火入れるのかちょっと見てみたい。まあ、ちょっとこれ理由がありまして、はい、まあ、もうちょっと火、高熱でいきたいとこもあるじゃないですか。でもちょっとうち、ちょっとお砂糖もちょっと使ってるんですよ。焦げやすくなっちゃう。あれが全部しゃべると大丈夫なの。はい、大丈夫なの。いいです、いいです。その辺もちょっと考えて。あ、うわ、うまそう。やっぱりこう、なんかいい、ちょっと出るね、やっぱりね、独特の匂いが。はい、でも良いっすね、これ、タレが焼けて。なるほど。でちょっとほろっとしてるこの感じで、ちゃんと焼き切った方が意外と、はいはい、なんかあんまこうレア感残すよりかは意外と火通した方が。そういうことだね、やっぱり筋の部分がね、はい、でこれでちょっと意外この部分でもやしを焼く。わー、うまそう。なるほど。うわ、これいい。へえー、面白い。でもやしはまあそこまで火をめちゃくちゃ入れたいわけじゃないんで、蒸します。こっからさらに、はい、マグロって持ってる、はい、持っちゃうんですよね。持っちゃってる。これはやっぱりちょっとどうしてもマグロ、マグロってもともと持ってるよね。でちょっとだけだから、おっ と、はい、お、なんでしょう。ちょっとブラックペッパー、ベルペッパー入れたほうがいいです。あ、そうだね。ネギとあといきます。あ、いいよ、いいよ。でも全部やって。あ、結構たっぷりいったね。もうこれはやっぱりネギは多めでいきます。あ、いいですね。この色もこれをちょっと上から。いやー、うまそう。無糖目にこのお店。おお、これで出来上がり。出来上がりです。やったー。なるほど。タレとマヨさんはマグロのこんな感じですよ。うん、うん、おお。どうですか、うん、え、普通です。まずくないです。そうや、うまいですね。普通に美味しいです。普通に美味しいですよね。普通にめちゃくちゃうまいですよね。なんか普通ってなるとあんまりいい感じじゃないんで、普通にうまいって言ってもらえますよね。ん、怖い怖い。あの、あれなんだよね。何何何なんすか。ちょっと怒ってるよ。もやしでもないし。怒ってるよ、おだけさん。いや、これ魚が仮装だろうが、もっと魚考えてもいいかもしれない。そんなマグロである必要ない。え、マグロである必要がない。だから今だとサワラとか、あ、今旬サワラ、そういうサワラの分厚いやつとか、はい、脂のってるやつだったらどんどんチャレンジできる。へー。お互いにその食材を助け合ってない。もやしも助けてないし、マグロも助けてないから、もっとシンプルに醤油と、はい、醤油と、だからもや野菜もこせてえのき、わかんないよ。だからこれ考えてみよう。鮭とバターと醤油でえのきでグワーってやるとか、はい、なんだろうな。何ごめん、世にある味なのよ、はい、それが俺はもっと超えてくんじゃないかと思っちゃう。そのこの作ってくるおたけ の接客と料理の感じの重なりが、このマグロのもやしのあれを超えてくんじゃないかと思ったら、超えてなかったって。あっちこっちですか。いやいや、何なんだこの人は。
けんなよ営業妨害だよ。いや聞いて、うざ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 、まあ、せせりはもうシンプルに塩焼きさ、ね、塩なんだ、はい。せせりもこのままちょっと、せせりもちょっとごま油も使って下味してるんで、これはビールですね。これはもうシンプルにせせり、うまそう。これジモンちゃん風に行って量多くてないんですか。ない。あーすごいローだね。値段書いてないけどこれいくらなんですか。書いてます1200円だ。いいね。焼き鳥だったらもっと高いと値段取られちゃうよね。お母さんいらっしゃる今奥で厨房で。あとお母さんと挨拶させてもらってまあちょっとそれはいろいろあれでしょ、頂点のあの人みたいに揉めるっていうキャラクターのギャグになってるんですか。いや真面目に大塚家具ぐらい揉めたんで大塚家具のおひげさん。あ本気か。うざうざでもやしには今回もう一切これ入れてないんで、もうこっちで遊ぶ感じで。お、なんか笑ってる笑ってない。ない。普通っぽいな。え？ニンニクじゃない。そんなことないでしょ。うん。あ、ごま油は。どう？どう？ちょっとマッサージします。うんうん。うんうん。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 どう？普通です。つけてうまいつけてうまいつけてうまいうまいをつけてください。見て見て見て。普通にうまいです。それ大事です。うまいつけてください。普通だとなんか良くないんですよ。これかけてみて。これちょっとあのいいですか。はいはい。これいいよこれいいよ俺これこの感じこの感じ。またちょっと香りが。あ意外と塩で食べるよりか、はい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 、強くなりますね。こういう方が香りが、うん、すごいニンニクの香りがして、あでもいい感じだ。どうだどうだ。うまい。うん。いいっすか、ニンニク醤油。うん、こっちの方がうまいな。おお。意外とお酒が進むしょっぱさがあるから。ああ、いや絶対そうですよね。そうです。そういう感じで。塩味で釣ってるから。でも、なるほど。で、これでメニューが違うけど、うん、野菜も変えた方がいい。もやしない。全部もやしバナナ。えのきもいい、えのきもいいかもしれない。えのき好きですね。いや、じゃあえのきはえのきバターじゃない。ただえのきバターが好きなんじゃない。違うわ。油があるものにえのきが合う。油を吸って美味しくなる。えのき好きでしょ、ただの自分。違う違う。俺ね、名古屋ですごい有名な表に出ない焼肉屋さんで、そのお母さんがえのきをパーって焼いた上にホルモンガーってやって、大腸パーって置くのよ。ホルモンエノキが死ぬほどうまかった。あ、これエノキがなかったらただのホルモンで俺が食べてる味でしょ。エノキがあることによってうまみが加わってうわーっと思ったわけで、うまみが加わる野菜とうまみが水分が出て弱まる野菜ってあるのよ。あー、なるほどなるほど。もやし君は食感はいいけど味は薄まります。うざうざ。飲んじゃすごくね。これが海鮮ですね。うーん、特製だけど、まあ、一応全部入りみたいなイメージなんですけど、まあ、海鮮とイカ、タコ、タコ、ホタテ、エビ、肉、そば、卵も入ってますので、もんじゃ焼きは確かなのすごい豪華な、結構はい、とりあえずいろいろ入れてみて、これ食が多いし、でもうちは基本的には、はい、出汁はあっさりしてるんで、そんな濃くないと思います。いきます。でも焼いていきます、ね。はい、まずガロとしますいきます。すごい量。おお。麺が美味しそう、縮れてて。麺も入ってます。具材をどんどん落とす。すごい。結構量はね。量多いっすよね。多い。いやこれライブ感あっていいな、やっぱりもんじゃ盛り上がるね。はい。うわすごい。面白い。で、うちはもう。あっさりとこうもう、あもうすぐに入れたらもう広げちゃいます。ささっともうちょっと炒めたぐらいでもう、はい、入れちゃいます。え、刻んだりしないですか。しないです。回転率上げるためとか。いやあんまり細かく野菜しないで、まあ、後でするんですけど、はい、それを残したいわけ、ね。はい、わざとです。へー、初めてその状態でちょっとこう。おー、これ今いいよ。おお。すごい。やってるっていうのが伝わります。はい、こういう感じで。芸人のネタをさ、たくさんやったやつのネタっていいね。雰囲気出ますよね。これはちゃんとやってる感じがする。結構、うちはもう作ってから、
キーをがっつりいる感じにするんで。へー、はい、何何何、ああもうすぐに、もうあれすぐ戻って、おーあれあら崩しています。早いね、はい、はい、これすごい量。卵がちょっと落ちてきます。おっと、おー、わー嬉しい。上からちょっと表面でちょっと混ぜないで、へー、へー、目玉っつって2個つけてもいいぐらいだけどな、これな。うわすごい。ちょっと上で、これちょっとあんまり食べたことない、こういうの。なんなのこれ。あ、混ぜるんじゃなくて上だけちょっと置いて、はい、でちょっと海苔がやっぱ、おー、もんじゃ焼き屋の海苔美味しいんで合うんで、重ねるね、もんじゃは重ねるね。ちょっとこう、いや本当にあんまソースの香りが、はい、しない、あんましないですね、だしの香りしかしない。で最後にちょっとだけあのソース感ももんじゃって大事で、はいはい、ソース感も欲しいんで最後にちょっとだけ色づけるので、あと卵の甘さ分の、なるほど、ちょっとだけ足します。あーいいよ、これ関西人のお好み焼きの感じがなってるもん、これ。本当だ。ちょっとその感じの雰囲気も。うわ、来てるよ。この感じで。来てるよこれ。上はあの本当に酢のソースの感じ、ソースのあのうまさと。これ一応完成したってことなの？これで完成で。これソースがあるってこと？取っちゃった。はい。いただきます。これ熱いんだよな。いただきます。あ、うん、うまい。おお、これはうまい。あの、あんまりない。やった。人と違う。あの、もんじゃ焼きでこんなにナチュラルな感じの美味しさを重ねてるのはあんまりないかもしれない。これ、濃くなったらどうなるか楽しみ。これはだ、今は入り口じゃん、はい。ちょっとトロッとした感じを味わってるけど。はい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 、あ、これどんどん味がやっぱりもんじゃ変わっていくというか、煮詰まっていくからどん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 濃くなっていく感じがします。うわ、卵結構効いてる。ちょっと薄く卵でソースがちょっとかかってるとこが、はい、なんとも言えないうまさになってるわ。おー、これ美味しいよ。なんとも言えない味なんだ、これ美味しい。おー、あ、これ美味しいな。嬉しい嬉しい、メインできたわ、嬉しい。これはまたするわ。オープンからずっとやってらっしゃる。長く生き残ってるよ。これお母さんの味、はい、まあ、ちょっとずつ、はい、元々はイカタコオタってエビみたいな海鮮だったんですけど、まあ、全部でそこで僕ちょっとやっぱり若かったんで、ちょっとお肉もだし、お蕎麦もちょっと好きで、卵も上からっていうのがちょっとずつこう足した、なんかもんじゃでトッピングするじゃないですか、あの感じで、これは親子のコラボが最高になった、はい、前回は今すげえ美味しいぞ、ここどうしても焦げちゃうんで、途中でお客様とかいて、この両面で焼くとまたあの戻れるんで、パリパリがこうしてこう、おお、こういう感じで両面焼くとまた両面、餃子みたいでいいね、はい、これが香ばしくて両面焼くと香ばしいです。これいいですね。これいいね。これ熱いわ。大きい大きい大きいってそれ猫舌のにえやるって、また本当全面やっちゃう、やるやるやる、あ、本当だな。もうでもだいぶ待ったよ。はいはい。いけます？どう？感想感想。あ、感想。感想。感想。ジモンさん、ジモンさん、感想。美味しい。いや、嘘言うなよ。いや、本当に美味しい。水飲んだろ今。うざ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 。豆腐もあるし。わ、すごいすごい。本当のマーボーだね。マーボーです。ナスも入ってるよ。はい。これすごいっすね。すごい。いいよこれ。これです。いいでしょうか。どうぞ。はい。これはちょっと興味深い。興味深いね。どこに出回る感じじゃないですか。さっきの特製高とこもどこに出回る感じじゃなかった。嬉しい。ごま油の香りや、その全体的に合わさってもいけるよ。いきます。はい。いきます。うおナスの状態で、ナス、はい、マーボナスってあるからね、はい、豆腐もっすね、豆腐が入ってるね、天かす多めで、香りがもうちょっと、あ、全然違う、ほんとだ、うさくチョコバナナ巻き、おわんわん
大好きです。大好きじゃないですか。いや、こうですね。こんなことやってないですよね。こうなんですよ。終わんわー。終わんわー。それ終わったんですよ、もう。終わっちゃったんですよ。いい思い出じゃないですよ。苦い思い出になっちゃったんですよ。でこれもあんまり、これもあんまり食べずに、もりっすね、いかずに、豆腐もそこまで細かく、そんなに細かくしない、はい、あんまりいじらない、美味しい料理の基本です。おー、食材に任せる。結構なんかここで細かくするお店もやっぱ多いんですけど、多いけど結構うち具材は結構そのまんま食べてもらいたくて。いいね、はい、意外とそこはもう昔から大きくしない、細かくしない感じ。いいね、これで結構これもボリュームあるんで、この結局麻婆スペシャル、まあスペシャルじゃないのもあるんですけど、麻婆もんじゃん、ちょっと具材の量が落ちるんで。あ、なるほど、スペシャルの中にいろんなの入ってる、ちょっと入っている感じで。なるほど、いいよ。で、こういう感じでもう、うわー、すごい、うわ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 、ここからしっかり、なんかちょっと嬉しい感じだな、変化が。うん、ちょっとでも香りがまたこれ全然違いますよ、さっきと。ジャンポケの新しい変化が見れるかもよ。これがちょっとあの、もしかしたら自問差しじゃないかもしれないですね、境界線で、もんじゃでは。いただきます。おお、どうだ、サイズ感、サイズ感、気をつけて。嬉しい、夫婦して夫婦、麻婆スペシャル、いただきます。水飲むのやめてね。お、おいしいです。おー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 、思ったより美味しい。おお、あの偉いのはやっぱり長い間にしてるから、うん、強い麻婆にしてないってのは本当に当たってる。はい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 、奥に辛みと香ばしいものがあるんだけど、うん、入り口の麻婆の基本的なベースはね、同じ美味しさがある。へえ、これは美味しいじゃん。あるじゃん、これがちょっとパンチで、特にお酒やっぱ飲む方はこれをちょっとやっぱ当てに、あ、ちょっとピリ辛があるの嬉しいよ、はい、でこれでちょっとやっぱり美味しい美味しい、うん、さっきと分かると思うんですけど、はい、でもさっきの味根本強いじゃないですか、うん、強いですね。だから卵とちょっとこの、なるほど、チーズが卵はちょっとかけたくなる感じする、はいはい、ちょっとこれが逆にこの麻婆にはやっぱ合うんですよね。うまい、うまいのにするというか。でこれで前とかあったチーズで、あ、半分卵かけて、はいはいはい、チーズどういう感じでかけますか。ちょっとこの辺のせましょうか。はい、乗せましょう、乗せてね。ちょっとこの辺のチーズ、チーズ感、はいはいはい、まずこれで感じで、ちょっとずついいんで。これ40年もやってんだよ。うわ、これでまあ、おー、あらあらあら、これいいっすね。ちょっと、なんてことしてくれんだ。いけ、ちょっと待って、え、あれ、もうこれ美味しさが逃げる、美味しさが逃げない、逃げない、これ美味しさ逃げる。うん、どう、お、きた、美味しい、きた、うん、あ、チーズ、あ、もともとのこの、はい、あの、甜麺醤というか、あの、豆板醤、はい、豆板醤の味が強いから、はい、チーズかかってもそんなに大きい変化しないの。でも旨味に変わ る、 なるほど、もっともっと深くなる。卵でマイルドになってるんだけど、はいはい、チーズでまたこの旨味が復活するから、そんなに強く当たらないんだよね。確かにその通りなんですよ。そんなにそんなに来ない、もともとのベースをちょっと、はい、ちょっと復活させてくれる、まるやけちょっと包んでくれる感じ。なるほど、なるほど、はい、マイルドにね、はい、はぁ、美味しい、はい、めっちゃうまい。いいですね、これ。うざ、うざ、ちょっとね、ジモンさんにやっぱ言われると、はい、なんか全然違いますよ、店としてやっぱ格上がるんだよ。ガチでマジっすか、上がります。でも、なんか、どんでも行こうかっつって、はい、俺選択肢がないのは、どこ行ってもわかんなくて、あれが味わかんないけど、たけのこさんはいいと思う。おー、嬉しい。で、逆に言ったら、あの、初めのつまみをもうちょっと、はい、あの、その食材の声聞いて、さっき言った俺の野菜使いとか、はい、なんか今までやったことない子を作ってきたら、もっといい。ちょっとそれはね、もんじゃはやっぱり大丈夫です。はい、うまいですね。もんじゃは本当に、はい、あの、普段いろんな違うもんじゃ食ってもうまいと思います。これはもう違う店も頑張ってやってるだろうけど、いや、本当に
嬉しいっす。いや、これ本当に。いや、嬉しい。ちょっと美味しい。しましたわ。本当ですか。最初入り口、本当にもう帰ってほしかったんですけど。本当ですよね。はい。何ですか、ついでの味は美味しかった。ありがとうございます。もう彼がいろいろやって揉めたんで何かしても、結局お母さんのおかげで。いやいやいや、とんでもない。いやいや、それが人なので。ありがとうございます。お母さん、お母さん支えたり、YouTube 映っても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。本当にうまい。ありがとうございます。すいません、キモさんに褒められちゃうと、ちょっとびっくりちゃってるんじゃないですか？親子の愛を感じました。どうぞ、どうぞ、ありがとうございます。よかった、また来てください。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。大塚さんぐらいか、見たの。大塚さんのおげんさん。お母さん、何を言ったの？高評価。チャンネル登録よろしくお願いします。